私の趣味だ。いいだろう全部私のせいだ <laughs> キルプロセス。感動の再会だね。タカト虎。因縁の対決だね。友よ。マスター・インテリジェント・システム。起動。キルプロセス。キルプロセス。<laughs> 私だけだ。 私の頭脳だけが、唯一絶対のものだ。私は君のためにドライバーを作ってるんだぞ。私を、かばったのか。私以外の発明などを認めるものかまったく、つまらない男だよ。冗談はよしてくれ。三流の分際で、彼は私の理解者ではなかった。それでも僕が認めた男だ。 いいや、理解できないね。三流の理屈なんて。性能の違いを思い知らせてあげよう。冗談はよしてくれ。三流の文在で。高虎のことは残念だよ。彼は私の理解者ではなかった。今ではただの邪魔者にしか過ぎない。それでも僕が認めた男だ。だが君は違う。君には何の可能性も感じない。貴様みたいなつまらない男が。 神になどなれるものかいいや、理解できないね。三流の理屈なんて。なぜ君が私の発明を知ってるのかわからないが、こっちが本物だ。性能の違いを思い知らせてあげよう。貴様のような存在は認めん。神に至る道を切り開くのは、私の作ったドライバーだけだそうだ。私の研究が真理を導き出し、私の発明が神を作り出す。 誰の力に頼ることもない。私だけだ。私の頭脳だけが唯一絶対のものだ。私は神の道へと至る。高虎、君もその石となってくれ。分かってくれるよね。私は戦国龍馬。君たちが使った戦国ドライバーの設計者だ。私の趣味だ。いいだろう。<laughs> お疲れのところ申し訳ないが。 もう一度返信をしてもらいたい。どうしたそんなものか戦闘には慣れていなくてね、加減を間違えてしまった。お願いだ。もう一度だけ返信して。さてここまで説明すれば、ユグドラシルの理念について納得してもらえただろう。世界の平和を守るため、協力してもらえるね。はっはっはっは。 君ならそう答えると思ってたよ。期待通りだ。クモン・カイト君、改めて歓迎しよう。我らがどうしよう。これからは我々と共に野望の道を歩もうじゃないか。<laughs> 無理無理。できるわけないって。でも嫌な役目を上司に押し付けてきちゃったからね。私も一応ポーズをとって頑張っている素振りを見せておかないと。 あのね、できることとできないことがあるんだよ。な、なんだあ、私の知らないロックシード、未知の変化形態だと。バカな。ありえない。<laughs> そういうことか。<laughs> 覚悟の上さ。 いつだって黄金のリンゴは血ぬられた戦いと悲劇をもたらしてきた。すべて神話通りだ。<laughs> <laughs> ずいぶん遠くまで来たもんだ。だがようやく、ゴールが見えてきた。そこまで身を捧げて世界を救うなら、世界もまた君に捧げられていいはず 僕は君のためのドライバーを作ってるんだぞ。この一件は私の直轄で対処する。上には報告しないどこああ。良き理解者かと思ってたんだけどね。意外につまらない奴だったよ。まあいいさ。遅かれ早かれこうなることは分かりきっていた。傷つき、疲れきった選手のために、休息の時が必要だ。 <laughs> おやどうしたんだい、高虎。そんなに慌てて。残念だ。本当に残念だよ、高虎。君となら共に理想を目指せると思ったのに。君は、私の理解者ではなかった。友よ。名残惜しいがお別れの時だ。悪く思わないでくれよ、高虎。禁断の果実を手に入れられるのは、一人しかいないんだ。 シド。貴様ふざけるなまさかオーバーロードが直々にお出ましとあっては。<laughs> こちらとしても本気でお出迎えするしかないだろう。マスター・インテリジェント・システム、スタンバイ。<laughs> さあ、オーバーロード。禁断の果実のありかを聞き出した後は、指の先まで解剖してあげるよ。ははは。 すまないね、ミラト君。ま、あとは任せたから。まったく君らには失望する。大きなチャンスを与えているのに足の引っ張り合いしかできないのか。やだな。そんなことより僕の研究の方が優先されるに決まってるじゃないか落ち着きたまえ。今日は別に君たちと戦いに来たわけじゃない。でもちょっとだけなら相手をしてもいいよ。いいデータが取れそうだ。 相変わらず野蛮だな変身全世界のクラックが開いたのは、オーバーロードが原因で、それは人類からミサイル攻撃を受けたせいだから。つまり、ユグドラシルタワーが陥落したせい。全部私のせいだミっはっ港全部私のせいだ。ま、ここまで手駒が少なくなったら、 そうもいかないよね。変身設計者自ら特別にチューニングしたゲネシスドライバーの性能。見せてあげようじゃないか君とはいろいろと語らいたいんだが、話は連れの気が済んでからにしよう。しょうがない。変身。マスター・インテリジェント・システム、再起動。<laughs> 君たちの行動はすべて6月済みだよ。いいぞ。さあ見せてくれ。黄金の果実を持つ者の力をあの慌てよう。そうか。彼女だ。はぁ、あ。このままではマイ君が人間ではなくなるかも。黄金の果実によってオーバーロードになる可能性が高い。彼女を救うには、 体内の果実を摘出するしかない。私に任せたまえ。だが一つ問題がある。カズラバ・コータだ。彼は世界を救うために黄金の果実を必要としている。だからマイ君が始まりの女になることを望むはずだ。君は甘い。カズラバ・コータは異常だ。 彼は自らオーバーロードになろうとしている。そんな人間がマイ君のことをためらうと思うかいカズラバコータにマイ君の治療を邪魔されたくない。だが彼の力は圧倒的だ。ゲネジストライバーをもってしても今の彼を止めることは難しい。そこでだ。かつてあまりにも危険すぎるため封印した試作品だ。装着者の生命力を吸って て強大なエネルギーを発揮する。余つヘグリロックシード。これがカズラバコータに対抗できる唯一の手段だ。もちろん命の保証はない。愛する者のために命を捧げる。三ツ谷く君,君にはその覚悟はあるかな大事なことだ。よく考えるといい。 お帰り、た種くん。まさか無事に帰ってくるとは、予想もしてなかったよ。結構。期待以上の働きだ。これまた予想外、すべて片付いた。オペは成功だよ。いやー、実に難しいオペだったよ。何せ心臓と完全に融合していたからね。禁断の果実は無事だ。 というかなんで私の言葉を鵜呑みにしちゃうかな。私がこの果実を狙っていることは君も知ってたろう。その子を助けるために私を利用しようとか、そういう思惑だったんだろうね。<laughs> キルプロセス。いずれ他のベルトオーナーと衝突することは分かりきってた。だからブレーカーを仕込んだんだ。 それにしても君は本当に子供だな。大人の手口というものを全くわかってない。なあ、来島の坊ちゃん高虎に教わらなかったのか。なぜ悪い子に育っちゃいけないか。その理由を。嘘つき。卑怯者。そういう悪い子供こそ、本当に悪い大人の格好の餌食になるからさ <laughs> なんだこれは。何が起きたんだこうもバカばかりだと世界が滅びるのも当然だな。ふっ。港くんなら気づいててもよかったろうに。いかにも私のやりそうなことだろう。あ、あ、確かに古い戦国ドライバーにはブレーカーを仕込んでないよ。そもそも必要ないからね。唯一の脅威は、 妙なロックシードを使って古いドライバーのまま強くなっていたカズラバ・コータだけだったんだ。だがそれも、ミツザネ君が排除してくれた。もう私に怖いものはない。クモン・カイト君、うせろ。おいおい、この傷は、とっくに手遅れのレベルじゃないか。しかしよく動けたもんだ。<laughs> バカ 意志の力でどうにかできる苦痛ではないだろう。何するつもりかね正気か貴様意識を保ってる。バカだ。化け物め許さん。許さんぞ私のドライバーに頼らずに、人間を超えるなど変身私の才能が、研究が 唯一価値あるものなんだ。この世界の真理なんだ <laughs> そんな姿になり果てて、長く持つものか、いずれ貴様は破滅する。それが貴様の、運命。